土浦市立博物館は、茨城県土浦市中央一丁目にある公立博物館。土浦の歴史と文化について展示を行う施設であり、国宝や重要文化財を含む土浦藩主の土屋家が所有していた刀剣類を所蔵する。1988年に県南地区初の大規模博物館として開館し、2007年に展示が大幅に更新された。 土浦市立博物館は、博物館法上の登録博物館であり、茨城県博物館協会の加盟館である。前身は1975年に開館した土浦市立郷土資料館であり、同館の資料を引き継ぐとともに、学識経験者らによる構想策定、土浦市編纂の成果、土浦市文化財愛護の会の活動を反映して開館した。土浦城、 二の丸跡に立っており、土浦藩主の土屋家が所有していた刀剣や茶道具を展示する大名土屋家の文化コーナーを有する。城市公園である、基城公園の土浦上東やぐらは、土浦市立博物館の付属展示館として位置づけられており、入館券は共通化されている。通常の入館は有料であるが、毎週土曜日に小中高生は無料で入館できる。 博物館の総合テーマは、霞ヶ浦に育まれてきた人々の暮らしであり、主展示室である展示室3は、土浦の歴史を大きく3つの時代に区分して、明瞭なテーマの下に、学芸員の主張、仮説を交えながら実物資料の展示を行う。総合テーマに沿って、霞ヶ浦と土浦の人々の結びつきを意識した展示が心がけられ、さらに、霞ヶ浦の水運を通して、 結びつきが強かった江戸と土浦の関係にも焦点が当てられている。展示は季節ごとに入れ替えている。改装前の主展示室は常設展示室と称し、児童の分かりやすさを重視した通し展示を採用し、展示内容は固定的であった。博物館としての活動は資料の収集、保存、展示のみならず、調査研究や 教育普及も含んでおり、1975年に土浦市を観光して一区切りがついた市主編さ事業を途切れさせることなく継続している。学芸員による調査研究や市主編さの成果は博物館の展示に活用される。土浦市立博物館のある土地は土浦城二の丸跡にあたり近代に 憲兵隊の施設が置かれ、筑波学園都市事務所や土浦市立図書館に転用された。市立図書館は1973年12月8日に、開館した土浦石岡地方社会教育センターの中へ移転し、図書館の跡地利用が検討された。当時の土浦市は後継機に湧いており、住宅を新築する市民が多く、その際に古い家財道具などが処分される傾向に、 あった。時の市長、野口敏夫は、各家庭に眠る資料が失われる前に、強度資料館を設置する構想を立てた。しかし資料館を整備する資金もノウハウもなかった、土浦市当局は、資料収集や館内展示に市民の力を頼ることにしたのであった。実際に、資料館の収蔵資料は大部分が、市民からの寄贈や帰宅品で占められることになり、 笠間市、龍ヶ崎市、八田部町といった近隣地域や遠くは千葉県調子市や山口県下関市からも資料が寄贈された。資料館運営では当時土浦市内にあった陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地資料館に協力を要請した。こうして1975年4月に組織としての土浦市立郷土資料館が発足し、 同年11月1日に正式に開館した。郷土資料館では土浦市の民族、文化、自然科学などに関する資料を収集、展示していたが、当時の館員は予算を最小限に抑えた素人との手作り資料館だったと、10回している。実際、学芸員の配置もなく、資料収集、調査研究のどちらも進まなかったという。初代、 石川艦長は以下のような言葉を館頭に掲げ、この言葉は資料館の基本精神となった。憲兵隊が使用していた2階建ての木造建築物を改造した郷土資料館は基調資料の保管には適しておらず、1979年4月には第3次土浦市総合計画の中に郷土資料館の整備拡充が盛り込まれた。 1985年5月には、昭和61年度公立社会教育施設整備計画書が策定され、博物館の設置が明記されると同時に学芸員が配置され、本格的に博物館整備が開始した。この時採用された二人の学芸員と七人の博物館建設ワーキンググループが常設展示の基本構想を練り上げた。同年7月には、 国庫補助を申請するも9月に取り下げ、博物館の整備にかかる費用を全額土浦市の予算で賄うことにした。同月には土浦市が指名した4業者に基本構想設計を依頼し、12月に株式会社アトリエ K の案を採用することを決定、完成者と展示基本設計委託契約を締結した。アトリエ K との実施設計業務委託契約は、 翌1986年2月に締結された。同年6月には建築工事の入札が行われ、山本公務店が落札した。博物館計画が進行する中で、土浦市立郷土資料館は10年ほどの歴史に幕を下ろした。この間に資料館を訪れた人は約20万人であった。1986年7月18日に着工し、 1987年10月20日に建築工事が進行するとともに展示工事が始まり、1988年4月30日に展示工事が進行した。総工費は約12億円で補助金を受けず、全学士の費用で工事が行われた。この間に土浦市博物館条例の制定と館長の移植が行われ、初代館長に 歴史地理学者の黒崎千春が就任した。1988年6月23日に登録博物館として認可を得て、同年7月2日に土浦市立博物館が開館した。本格的な博物館としては、県南地区では初で、茨城県の市立博物館としては、水戸市立博物館、日立市郷土博物館に次ぐ3館目であった。常設展示室は、 旧石器時代から近現代までを通史的に展示した。開館当日は午前中に開館記念式典と市長の助川博之らによるテープカットが行われ、午後から一般公開された。当日は土曜日で無料公開であったこともあり、約550人が来館し、開館記念特別展、近世土浦の名宝展で展示されたふ箱や風呂釜、鎧などに魅了されたという。 続いて9月4日から第1回企画展、旧、中谷村の歴史、信仰の足跡を訪ねて、お、開催、土偶や仏像などを展示したほか、かすげみだ堂のおみくじの副製品が来館者に配布された。1989年は藁に関する企画展を2回行い、1月から2月にかけて土浦で使われていた藁製品の展示や、草履作り体験などを、 9月から10月にかけて、福島県立博物館のコレークションを中心に、茨城県のものも加えて、わら人形の展示を行った。1990年6月より、土浦の農家で1945年頃まで、使われていた高畑を用いた旗織体験教室を開校した。1994年2月から3月にかけては、 近世に日本で作られた地球儀25点を一堂に集めた展覧会を開催し、土浦の町人、沼尻済み線の手製地球儀などが披露された。近世の土浦では、沼尻の他にも土浦藩士の山村才介が地理学分野で活躍し、近隣地域でも飯塚伊賀七、麻宮林蔵、長島安信など多くの地理学者が生まれたため、 その後も地理学関連の展覧会が行われた。例えば1996年2月から3月には、今夜万国全図をテーマにした展覧会を開催し、宮城県図書館から借用した原本のほか、山村才介が所有していたものを含む写本12点を展示するとともに、大学生によるメンタルマップ30点も公開した。1998年、 土浦上等櫓が復元され、土浦市立博物館の付属展示施設となった。2001年3月から5月にかけて、旗り教室10周年を記念した特別展を開催した。2002年には、旧土浦藩主の土屋家急造の刀剣83口のうち82口を当時の所有者から2億9700万円で購入、一口を寄贈され、3月に 国宝の担当を含む13口を特別公開した。雪広の担当はこれ以降、毎年土浦全国花火競技大会の時期に合わせて、特別公開されるようになった。常設展示室は開館以来、展示内容はほとんど固定したものであったが、1995年に、上かつ海塚ふるさと歴史の広場が開設されたことで、博物館と歴史の広場との間で、 役割分担をする必要性が生じた。また、開館後の学芸員による調査研究成果を展示に反映させることや、開館後に収集された資料を安全かつ効果的に展示すること、上司に立ち城下町に接する博物館としての性格を強めることなどを目的として常設展示室の改装を行うこととなった。開館当時から、 開館から10年後をめどに常設展示の改装を進めることという指針があり、1998年から検討が開始され、2003年度に博物館は展示改装基本計画書を策定した。改装に関わる具体的な計画や改装設計、展示用の映像資料の制作は、探偵者に模型やレプリカの制作は、京都科学標本に委託され、 改装工事のため2006年12月28日に一旦休館に入った。改装に向けた準備中に土浦市は新春村を編入したため、新春地区も極力展示に加えるよう配慮がなされた。改装工事は2007年5月31日に竣工し、開館から20年目を迎えた2007年7月3日に新装開館した。改装により、 大幅な展示内容の更新が事実上困難であった常設展示室が柔軟に展示内容を変更できるように生まれ変わった。改装後は春夏秋冬の年4回展示替えを行うこととなったため常設展示を季節展示と呼ぶこととし展示室だより霞の発行や担当学芸員による展示解説会が実施されるようになった。2013年には カップコンとの共催で、バーサラたちの武装、戦国を駆け抜けた武将たちの甲冑と刀剣を開催し、28,057人を集客した。2015年5月から6月に、土浦市立土浦幼稚園保有資料の中から、見つかった墨塗り教材3点を公開した。2016年、博物館が所蔵する、色川中関係資料が、茨城県指定文化財となった。 色川みなか関係資料には、土浦市立図書館が保有していた、色川文庫や、黒船来港、土浦藩への批判などが書かれた、色川の日記、片葉雑記などがある。土浦市立博物館の付属展示施設、土浦上等矢倉目玉展示は、土浦藩主、土屋家の保有していた刀剣コレクション、沼尻住線の作った、笠型地球儀、根天儀である。 受付でズロック等の販売を行っているもののミュージアムショップやカフェなどはない。博物館の建物は1985年9月に行われた土浦市川が指名した4業者による建築設計協議で選ばれたアトリエ系が設計したものである。博物館が土浦城跡の基上公園に隣接することから土浦城の歴史や佇まいとの調和を考慮して石垣、 土塀、勾配のある屋根などを取り入れた現代的な城郭をイメージした外観になっている。敷地は国道354号に接するが、交通量が多いため国道側に入り口は設けず、国道から市道側に入ったところに入り口を設けている。建築は入札により地元の山本工務店が担当した。建物は鉄筋コンクリート構造地上3階。 地下1階建てで、敷地面積は1482.33平方メートル、建築面積は934.213平方メートル、延べ床面積は2482.905平方メートルである。館内の施設配置は次の通りである。改層対象となったのは、1階と2階の各一部、総面積701平方メートルであった。9 映像コーナーは展示室1に改装され、土浦藩主の土屋家が所有していた刀剣や茶道具を展示する大名土屋家の文化の展示室となった。毎年秋に国宝や重要文化財の刀剣をここで公開する。旧特別展示室は展示室2に改装し、企画展、特別展会場となるほか、企画展、特別展を実施していない、期間中は展示室1と、 同じく、大名土焼けの文化の展示を行う。土焼けに関する展示が拡充されたのは、土浦城跡に隣接するにもかかわらず、旧、常設展示室で、土焼けに関する展示がなく地のりを生かせていない、問題が浮上したという背景がある。なお、改装前の博物館では、意図的に土焼けの展示を行わなかったわけではなく、土焼けの資料が散逸して、 博物館の手元に展示できる資料がなく、土屋けに関する調査研究が進んでいなかったため、展示ができなかったという事情があった。2階の旧、展示ホールは、高瀬船の展示に利用していたが、高瀬船を1.2階の吹き抜け部分に移設したことで、スペースが確保できたことから、調べ学習コーナーと昔の道具に触ってみよう、コーナーに転用した。また、ここでは倒り、 教室を開催する。展示室39、常設展示室は展示室3に解消し、季節ごとに展示を改める体制に移行した。展示が頻繁に更新されるようになったため、常設展示図録の発行はせず、展示室だより霞の発行に切り替えられた。また展示を担当した学芸員が観覧者に直接解説を行う、展示解説会の時間が設けられ、 学芸員は観覧者のニーズを把握しながら次の展示の改良を考える機会となっている。303平方メートルある室内は4つに区切られ、導入としての霞ヶ浦と土浦地域のほか、時代別に3つのテーマ展示、霞ヶ浦と古代、中世の土浦、城下町、土浦、土浦の近代化と町の賑わいがある。時代ごとにテーマを設定することで、 通詞性を持ったテーマ展示が可能となり、改装前のレプリカや模型をそのまま再利用することができたという。通詞性を持たせるために採用したのが、土浦市立博物館のオリジナルであるメッセージ展示であり、中央に高さ3メートルの大型展示パネルを配置し、単文解説入りの図表、写真、イラストパネルとこれらを保管する映像、模型から構成される。 ケース内の展示物を土浦市立博物館は実物資料展示と呼び随時入れ替えることができるようにしている。改装前は資料ごとにアクリルケースを整備したため展示の入れ替えが難しかったという反省から改装後のケースは様々な大きさの資料に対応できるように高さ約3メートル奥行き1.2メートルの大型で密閉性を高めて資料保存にも適したものとした。 原始の展示は、上高つ海塚ふるさと歴史の広場へ移行することになったため、展示は奈良時代から始まる。改装前改装前の施設配置は以下の通りである。2階の常設展示室は303平方メートルと限られていることや、児童のわかりやすさを重視して、通史展示を採用していた。プロローグ、土浦の曙の武家社会の始まり、江戸時代の土浦。 近代土浦の歩み、躍進する土浦の6つに分かれ、来館者は時代の流れに沿って観覧した。通詞展示ながら、開館当初の所蔵資料が原始、古代と近世に偏っていたことから、この2つのコーナーが大きく取られていた。常設展示室の展示は固定的であったため飽きられてしまい、来館者数は年々減少していった。 地下1階の補修工作室は、名称通り資料の補修作業に利用したほか、体験教室や、博物館講座の会場としても利用した。2017年9月現在、土浦市立博物館は、旧土浦藩主、土屋家急造の刀剣を85口所蔵している。うち83口は、個人コレクターが所有していたもので、刀剣博物館に帰宅されていたが、2002年に、 土浦市が82口を購入、1口を所有者からの寄贈で入手した。統計コレクションの入手により、これらを展示する場所や展示ケースが問題となり、博物館の改装に大きな影響を与えることとなった。コレクションの中には、国宝1口、重要文化財4口、重要美術品6口が含まれ、大名家の刀剣資料が、 これほどの規模でまとまって現存するのは大変珍しい。担当名、畜州中雪広官能元年8月日は、畜四国の左文字派の投稿、雪広が官能元年に作ったもので、雪広の名が入った刀剣で唯一現存するものとして、資料的価値が高く、国宝に指定されている。刀剣コレクションは、毎年秋の土浦全国花火競技大会の時期に、 合わせて一般公開している特別展バーサラたちの武装2013年カップコンとの共催でバーサラたちの武装戦国を駆け抜けた武将たちの甲冑と刀剣を開催したこの展覧会は博物館の学芸員が息子との会話でゲームから戦国ブームが来ていることを知って企画しカップコンに共催を持ちかけ 甲冑や刀剣を借用するために本格地の所有者との交渉の末に実現したものである。多くの所有者は貸し出しに難色を示し、交渉には1年近くを費やしたというが、最終的に約20の個人や団体から織田信長や武田信玄などの甲冑たちタチなどを借用し、95点を展示した。カップコンのアクションゲーム、戦国、 バサラとのコラボレーションを全面に出し、ゲームに登場するキャラクターの大型パネルも設置された。来館者には、歴女が多く、遠くは、九州からの来館者もあり、開催16日目に入館者数1万人を突破、1万人目には、展覧会のズロックと土浦市のマスコットキャラクター、土丸のぬいぐるみが贈られた。同時開催した、スタンプラリーの景品である、 クリアファイル1万5000枚は開始17日目で全てなくなった。最終的には2万8057人が来館し、これまでの特別展、企画展で最も来館者数が多かった2012年の暮らしを支える女性たちの7094人を大きく上回った。旗り教室は1990年から続く。 土浦市立博物館の講座であり、一般的な旗りサークルなどとは異なり、地域に伝わる知恵と技法を受け継ぐという精神で開講している。これは、茨城県の農村で古文書を調査していた二人の女性が調査の過程で、食器や糸車と出会い、その技術を習ったことをきっかけとして教室が始まったという経緯によるものである。 このため1999年度までは旗りにまつわる知識や経験を持つ高齢者への聞き取り調査も同時に行い、これをもとに農家でおられてきたかすりを再現する活動も行われた。土浦は織物産地でも麺の名産地でもなく、旗りは自家用の生活技術として伝承してきたものである。受講希望者は多いものの、旗り機の数や、 技術の正確な伝承を進めるために、毎年6人程度の受講者を受け入れていた。教室の活動は月2回の定例会と、自主活動、活動記録、ムイムイの作成、博物館を訪れる、小学生や公民館での旗折指導のボランティアがある。旗折教室のこだわりは強く、茨城県で使われてきたアジア面系の綿の入手が困難になるにつれ、 自ら畑を耕し面栽培まで行っている。2017年度は1回限り90分の旗折体験教室と全15回の旗ごしらえ講座の2種類の教室が開講された。講座の卒業生による糸つぎの会という組織があり、月に一度の定例会以外は自主的な活動を行う。また卒業生による旗折伝承グループ、面の実という組織もある。 2001年3月24日から5月13日には、暮らしに息づく旗り、旗り教室10周年記念特別展を開催し、食器や布、布の完成までに利用する道具や、生産工程で生じる布として利用しない部分などを展示したほか、旗り教室の受講生や糸紡ぎの会の会員が、交代で旗りの指導や観覧者の質問対応を行った。 2017年2月には、旗折教室の受講生と旗折伝承グループ、麺のみが制作した作品を集めた展覧会が行われた。土浦市立博物館では開館以来、年4回の展覧会を開催してきた。開館当時の学芸員は4人であったため、それぞれの学芸員が年1回展覧会を受け持つことになっていた。 企画展と特別展の差は図録、パンフレットを制作する際の予算の違いであり、多くのページを持つ図録を作成できるのが特別展。場合により1枚のチラシのみになるのが企画展である。展覧会場は特別展示室で面積が80平方メートルと狭いので、学芸員1人でも十分対応できる規模であった。展覧会はほとんどが 土浦市立博物館の単独企画で歴史系、民族系、考古系、美術系のテーマが選択されてきた。いずれのテーマも一般的な主題を扱うように見えても土浦市や茨城県との関連があるものを展示に加えている。企画立案から予算の折衝、展示物の借用、広報活動、講師依頼、陳列などすべての業務を 学芸員一人で担当するので担当者は多忙である。一方、すべて一人でこなすため準備の進捗状況が明瞭になり、展示室の狭さを逆手に取った見応えある展示作りの工夫を行えるなどの利点もある。新資料の紹介や地方紙の新解釈などの新発見も多く取り上げてきた。改装後の企画展、特別展は総合テーマである。 霞ヶ浦に育まれてきた人々の暮らしの視点から見ると車掌されてしまう多角的な地域視点を提示することで土浦の歴史を相対化するという役割を担うことになった。また、常設展示から季節展示に変わったことで企画展、特別展との連続的な展示が可能となりメッセージ展示パネルを撤収することで展示室3の中央部でも企画展。 特別展が開催できるようになった。土浦市立博物館は展覧会ごとに解説図録を発行し、古文書目録と季節ごとに展示室だより、霞を観光している。展示室だより、霞は展示資料の中から各自第一2点を選択し、約千字で解説するほか、博物館の活動についても紹介している。博物館は、 郷土市の研究機関としての側面もあり、毎年土浦市立博物館企業を発行している。常設展示をやめ、季節ごとに展示を改める方式に変更したことから、常設展示解説図録は発行せず、代わりにメッセージ展示のダイジェスト版としての展示解説パンフレット霞ヶ浦に育まれた人々の暮らしを観光した。また、歴史の舞台、 土浦散策マップを発行して、博物館では使い切れない部分を紹介している。ありがとうございます。